あれ、つかない。え、あ、う、い、あ、ついた。ついた。やばい、久々のスーパーマリオメーカー。来ました、来ました、来ました、来ました。はい、どうも、ラギです。今日なんですけども、久々にスーパーマリオメーカーの方をやっていきたいと思います。スーパーマリオメーカーなんですけども、6月に、今年の6月に、ニンテンドースイッチから、スーパーマリオメーカーが発売されるということなので、今のうちにね、マリオの実力をね、高めていこうかなと思い、スーパーマリオメーカーやろうと思います。ちなみになんですけども、僕が実況動画始めたきっかけってのは、スーパーマリオメーカーを、YouTube の実況動画で見て、始めたっていう。ほんとマリオメーカーが欲しくて、今スプラトゥーンの実況とかしてるんですけど、ほんとはね、マリオメーカーを欲しくて、Wii U 買って、で、一緒に買ったスプラトゥーンが面白くて、スプラトゥーンもやってたっていう。いわばね、このマリオメーカーっていうのは僕の原点。重要なお知らせです。どういうことや？どういうことや、重要って。ん？ちょっと待って、操作確認から入っちゃっていい？まずジャンプで。赤いコインをこれ取んなきゃいけないから、取り行きましょう。あ、ちょっと待って、下手すぎる。下手すぎる。あれこれ、いけるのかな？端っこからジャンプすればいけるか。あ、よし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 。で、赤いコイン取って、なんか文字が書いてあんのかな？ 9って書いてあるよ。9。9が、9か。9か ?9 かなんだ？何が痛い？ 9 か？休みの日ってこと？ OK、とりあえずコインは集めて鍵にしました。あ？ゴールだ。あれ？休暇？休暇ってことね。休みの日の休暇ってことね。あ、これが重要なお知らせ。しょうもねえステージだな、これ。1秒マリオ。翔太郎くんが作ったステージ。1秒マリオですね。死にました。ちょっと待って、そういうことね。1秒ってそういうことね。1秒でゴールしろってことね。はい！ん？これわざわざ。くっそー！あと1個足りないんだよ。1秒マリオ、そういうことか。翔太郎やるな、翔太郎。くっそー。ゴールできないじゃん。これあえてさ、先下ろしてみる？左。で、ジャンプで行く。ジャンプで行くか。あ、これキラー乗るんだな。これキラー乗る。あー乗れない。危ない危ない。あー!1 秒マリオがクリアできません。あ、クリアできた！天使の心で作ったワクワク爽快簡単スピードラン。はい、あスピードランなのに一瞬で死ぬ。何が天使と思ったけど、ただ自分が下手なだけだった今。スピードランっていうのは、まあ、多分、僕のリスナーさん初めて見る人とかいるかもしれないんでちょっと説明すると、あー危ない。なんかマリオが走って、時間内にクリアするという、一回でも止まると、ちょっと時間が足りなくて、クリアできなくなってしまうステージ。まあ、本来ならすごい難しいんですけど、この人は、とても簡単に作ってくれたということで、僕はま、マリオやんない人でもこうやって、早く進める。これダメージ食らって上行く。上じゃねえや、ドアだ。っていう、なんか面白いね。スピードランってのはすごい、マリオ界隈の中ではすごい人気なステージになってます。ただ、急かされるのがね、自分的には苦手なんですよね。だからちょっと、失敗が怖いや。あー、オッケーオッケー、亀蹴って。跳ね返ってこないよね。大丈夫。あー、ちょっと止まっちゃった、やばい。これ止まるとまずいな。残り25秒しかない。間に合うかな。ま、天使って言うくらいだからな。そこを助けていただきたい。オッケーオッケーオッケー。あー余裕。優しいな。初心者向けのスピードランだったのか。こりゃ人気出るわ。このステージすごい人気だったんですよ。ふっふっふ。ふっふっふ。ふっふっふ。あ、落ちた、落ちた。これはまず、P スイッチ押して、まあ、ドアがあるからちょっとドア入っていい？死んだわ。
だろうなとは思ったけど、怪しいもんだってこれ。ってことは、今度は土管の中かな。土管の中入ろうかな。まあ入れますよね。さあどうなる。おお、続く。これちょっと待って。あ、危ない危ない危ない。一回ちょっと経由しよう。あ、待って、間違えて変なとこ行ってた。ねえ、そこ入れるのかー。でも一個ゴールのとこに土管あったってことは、どっ、あー、ピースイッチ。マジか。ピースイッチちゃんとつかねないと落ちちゃうからね。まず土管に入るのかな。まず土管に入って、ピースイッチ持って、ここ焦っちゃダメだ。一回待とう。で、下に落ちないようにピースイッチを置いて、で、押してから、走る。オッケー。走ろう。間に合うかな？これ時間制限があるから。どうだろう。ジャンプ！あ！わかった！この土管に入るのか。なるほどな。オッケー。で、これを踏んで、さっきの土管のとこまで行こう。あの土管に入るんだろうな。これ一回さ、あ、待って、ギリギリ。あ、ギリギリだ。オッケー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 。とりあえず土管のとこまで来ました。これ多分ゴールかな？あー、よし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 。簡単だったけど、楽しめた。で、こういうステージで、なかなか俺好きだよ。スピードラン、かっこ本気で作りました。20秒。20秒スピードランっていうことか。どっちに走ればいいんだ？とりあえず右か？上だったわ。あ？こっちか、この中か、この中なのか。待って、20秒ってことはもう終わっちゃうよ。いや、先見よう、先見よう、先見よう。あ、一回こう下に降りて、中入って、あーもう時間なーい。あー時間なくなっちゃったー。なんかスピードランの概念じゃないよね、この。一回止まんないといけないっていう。オッケー、走って。で、マリオ転がして、転がしてってなんや、ヒップドロップして、次どうなってんだろう。いけ、マリオ走れ。お前まだ。あ、待って、これ、こっちだ。またなんか引っ掛けみたいになってる。オッケー、土管の中入ろう。これ終わりなんじゃないか？まだある？間に合って！やった！あぶねえ！あぶねえ！クリアできた！ギリギリだったね。ほぼ0秒だ。全自動、かっこめっちゃつまらない。いやでもね、俺どんなつまんないステージでもね、面白くやる自信あるんですよ。全自動でしょ？勝手にやってくれるんでしょ？もうだって面白いもん、これ。ほら、勝手にね、動いてくれててね、こう、だんだん取れていくんですよ、これ。他に何が？あるのかな？終わってしまったーん。めっちゃつまんなかったわ。